というわけで第2部は男性2名のソロステージからお送りしました。はい、歌も上手くてピアノも弾けてっていうのがよく分かりましたね。そんな笑うことないじゃないですか。というわけで、次は、これまで路上ライブですとか、イベントなどで歌ってきた中から、とても好評だったほど毎曲がお送りしていきたいと思います。一つ目は、乃木坂46が発表した曲なんですけれども、孤独な少年が恋を知ることによって初めて生きる希望を知ったという曲をお送りしたいと思います。とても素敵な曲なのでお聴きください。ではお送りいたします。君の名は希望。次の曲は、戦火の連覇という中でもいつも大好評の声をいただいております、大人の青春ソングです。ぜひ皆さんも一緒に燃えてください。ではお聴きください。尾崎豊、15の夜。
します。